お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はこちらで飼育しているですね、アブロニアリトルチアというね、いつもね皆さんにお見せしていた、はい、こちらの、ああもう餌と思って来ちゃったよ。はい、アブロニアグラミニアとはちょっと違った種類のね、アブロニアを今日は皆さんにお見せしたいんですが、まあこの子もね、後でちょっと最後もう一回映そうと思います。かわいいね、アブちゃん。アブちゃんもね、餌もらえると思ってもうウキウキで手前にやってきたけど、ちょっとね待ってくれちょっと待ってください、アブちゃんはこの後ね。はい、で今日なんでね、アブロニアリトルチアの動画を撮ろうと思ったかというと、下見るとですね、これほらわかる、よいしょ、ちょ取れねえな、よいしょ、これ脱皮柄ですね。ほら、顎の部分の脱皮柄が落ちてました。すごいね、なんか脱皮柄の厚さがすごい分厚いっすね。あのリトルチアの見た目の通り、結構表皮というか鱗が硬そうだったんで、脱皮柄もねめちゃくちゃしっかりしてる、なんか頑丈な保護フィルムみたいな感じ。すごいわ、この鱗の感じで。ってことはどっかにあるんだけどと思ってみたら、ここにほら脱皮柄がひっついてました。ちょっと取れるかな、あ、いけそうだね、ついて。うわ、見てほら、すごい丸々だよ。あー大丈夫、あ、やべえ、大丈夫か、あ、取れた取れた取れた。いやー立派っすね、すごいね。手どうなってんのこれ。うわーすごいね、顔のところ。顎がちょっと破れちゃってるけど、アブロニアリトルチアの顔面マスク。うーすげー、一本脱ぎっすわ。見て、ちゃんと排泄口のところは穴しっかり開いてて、えぐいね。なんかほんとアブロニアの脱皮って感動しますね。毎度毎度感動させられる。すごいよ、ほら。やっぱね、グラミネアの脱皮柄に比べたら、皮が分厚い。あとね、太いっすね。太い。あ、ちょっとちょうどね、グラミネアのメスの脱皮柄があるんで、比較してみましょうか。はい、これっすね。上がアブロニアグラミネアのメスの脱皮柄。やっぱり体の横幅も細いですね。まあ、メスまだちっちゃい柄っていうのもあるけど、あと脱皮柄が白い。うん、白いし、ちょっとやっぱね、脆そうな感じがしますね。で、それに比べて下、リトルチアですよ。もう、いかに丈夫そうなゴム太の脱皮柄かが、よくわかるかなと思います。すげえなぁ。まあ、散々ね、本体見せずに脱皮柄ばっかりお見せしてるんですが、まあ、実際ね、肝心の本体はどこにいるかというと、いやぁ、こっちかな。あ、いたいたいた。失礼します。はい、ちょっと暗くて見えないけど、本人はねこのホラー穴の中いますね。うーん、この中いるね。ちょっとね、餌で釣って出てきてもらいましょうか。おい、与える餌は今日はフタホシコオロギ。気づいてくれるかな。おい、餌だよ、こっちおいで。あ、来たかも来たかも来たかも。お、来た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 。うわちょっと、おめえ、コオロギ汁顔面に飛び散ったんだけど。いや、出てきましたね。こちらの子がうちで飼育しているアブロニアリトルチアです。口元のオレンジ色の色とか、この頭のね、角ですね。これがまたね、かっこかわいいんだよね。かっこいいしかわいいし、出てきたね。ちょっとやっぱね、気持ちいい色味が全体的にシルバーに、なったかな。もうちょっと緑がかった色をしてたと思ってたんですけど、もうちょい全身みたいに出てきてもらいましょうか。出てきて、次はね、ヨーロッパイエコオロギをあげたいと思います。お、来た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 。おい、出てきたー。あ、わかる。シルバーになってるわ、色が。うわー、これ綺麗だなー。こんなにシルバーになってるわ。緑みたいな感じの色味でしたよね。多分僕この間の動画では、なんかちょっとこう苔むした、この
エアプランツみたいな色をしてるっていう話をしたかと思うんですけど、シルバーだわ。ちょっともう一匹あるから、おい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 、あお客様お客様お客様、お客様お帰りになられないで、お客様どこ行っちゃったの。おおお、あほらほれこれここにあるよ、もう一個、おいでこっちおいで、来るかな、おい食べたね。はい、いやすごいね、シルバーになったわ、めっちゃ綺麗。これほんとね、今見るタイミング皆さんと一緒ですからね、初めて僕も脱皮した後の姿を見たんですけど、えめっちゃ綺麗になってんじゃん色。やっぱ脱皮前の姿を見て買ったんだな。いや綺麗だわ。もう一匹いるよ、食べる。はい、おい、いいね、いいっすね。いやたまんね。アブロニアグラミネアとは違ってリトルチアやっぱこのなんかこう鋼のようなシルバーの鱗にこの角がねたまらないっすね。マジで超かっこいいわ、かっこええわほんまに。はい、もう飼育してもう2週間は経つかな、3週間経つかな、2週間ぐらいかな、はい経ちますが、 JRS 静岡の時にお迎えしました。今のところね、特に飼ってみてなんか難しく感じるところとかはなくてですね、まあここの部屋の温度は今20ちょっと高くて25度ジャストぐらい、まあ、いつも23から25、まあ低い時で22度ぐらいをキープしている部屋で飼ってます。でこの子あんまり水飲むような感じがしてないんですけど、一応今ここでは霧吹きをバーって1日何回かかけて、あとは口元にですね水を持って行ってあげて、飲ませるみたいな形で、水分摂取はさせてます。まあ、どんな感じでやってるかというと、よいしょ、これでポタポタって飲むかな。あんまでもこれで飲んでる感じしないんだよね。あー飲んでるかな、まあ、一回やりだしたら飲むんじゃない。あ飲んでるね、かわいいね。こんな感じでお水を定期的にしっかり飲ませるのが重要かなと思ってます。まあ、これはリトルチアだけじゃなくてグラミネアもオスメスね、3匹ともねしっかりこんな感じで水を定期的に飲ませてますね。まあ霧吹きだけだとねちゃんと飲めてるかどうかが少し心配で飲んでるね、かわいいね、いいっすね、飲んでる飲んでる、もういらんかね。いやかっこええわマジで、リトルチア半端ないわ。まだ食べるかな、もう2匹ぐらいあげてもいいと思うんでちょっと用意しましょうか。ほい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 、食ったね。噛む力も強そうですね、やっぱり見て、歯が生えてる奥に。やっぱこうなんか落ち着いてますよね、グラミネアに比べたら落ち着きがめちゃくちゃあるイメージ。いやー素敵なトカゲだわ本当に。あと1匹だけあげます。もっと手前に来ないかな、いっぱいになってきたな、だいぶね、この感じだとね、ダダダーって歩いてこないからね。
近くにあったら食べるのか。近くにあったら食べるらしい。こちら、だいぶ脱皮したってことはその分大きくなったってことですからね。しっかり脱いで、あ、トゲの角のところはどうなってんだろう。角のところはよくわからないね。角のところは別にトゲトゲしてるわけじゃないのか。いや、いいわ。はい、まあそんな感じで持ち帰る。持ち帰られるそうです。どうやって戻るの、どうやって戻るの。結構苦しそうだけど大丈夫こいつ結構無理な動きするね。大丈夫ですか、持ち帰られます。入っていた、あーかっこいいね。やっぱまあ触られることにはそんな慣れてないし、もう最近ちゃんとね自分のお家にしてくれたみたいですね、この中をね。動いていた、自分のお家にしてくれたみたい。ちゃんと狙い通り良かったわ。まあゆっくりねそこで休んでもらえればいいなと思います。で、ね、入り口こうやっておいてね、隠しといてあげてね。はい、ということでね、まあリトルチアが脱皮してたのでどんな色になったことやらと思ってね動画を回してみました。まあ、最後グラミニアのオスのねアブちゃんに少し餌やって終わりたいと思います。はい、もうアブちゃん待ってましたと言わんばかりだからね。ういすごいね、ぶら下がっちゃって。腹側もねよく見たらグリーン色ですね。まあ白いんだけど特にこっちのこのお腹の方はもう超グリーンですね。あんまお腹側見せる機会なかったから、新しい。アブちゃん苦しくない、そんな逆さになりながら食べて。苦しくないね。まあほんとね、アブロニアは温度と水さえちゃんと飲んでんの確認すれば、おすごいね。なんかね僕は全然難しく感じてないですね飼育は。まあアルミメッシュケージを使ってまして、おいおい、いいクイックリアは美しい。まああと餌の頻度ですかね、結構ね頻度はしっかり開けてますね。あの毎日とか2日に1回じゃなくて週に1回か、まあ多くて2回ぐらいにヨーロッパイエコオロギを 4,5 匹程度ぐらいしかもう僕はあげてないですね。あんま食べさせすぎるとね急にパタッと死んじゃうっていう話もね聞いて、本当かどうかわかんないですけど、聞くので、まあだったらちょっと怖いからやめた方がいいなと思ってね、餌の頻度はかなり少なめにしてますね。まあでも特にめっちゃ痩せることなく、体重も別に減ることなくしっかりね生きてるんで、まあ大丈夫なんじゃないのかなと思ってますけど。かっこいいね、ほんまにかっこいいな、アブちゃん綺麗なグリーンだわ。うわ、また返り血を浴びてしまった手に。かけすぎたか、もうこの辺にしとくか。フリーズした。大丈夫、あんた落ちそうだけど大丈夫ね、落ちそうだけど大丈夫ね。あ、この手指もね恐竜みたいな感じでいいっすね、かっこええわ。まあ、アブロニアはね、尻尾切ったりもするんですけど、でも再生した後は別に再生日も、なんていうのかな、ここから切れてるんですけど、このここから、あー違う違う違う、アブちゃん違うよ、再生日も別にねあんまり違和感なく生えてくるんでね、
再生日だろうがそうじゃなかろうがそんなに気にしなくてもいいかなと僕は思ってます。僕は全然ね気にしてないですね、うん、ここからね、ここから再生日なんだけど。綺麗だね。グラミネアにはグラミネアの良さがあり、リトルチアにはリトルチアの魅力があり、アブロニア他にもいろんな種類がいますが、まあそれはまたいつか機会があればおいおい皆さんにご紹介できたらなと思います。ということで今日の動画はこの辺にしておきたいと思います。またアブロニアの動画ね、定期的にたくさん出していきたいと思ってますので、気になる方はラフチャンネル、チャンネル登録して楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。